SNS って芝居に似てるな。ん？いや、なんか SNS って芝居に似てるなと思って。ほう、というと？いや、なんかさ、だってこのアカウントの向こうに生身の人間がいるわけじゃん。うん。現実世界からこう隠れてさ、うん、自分の本音をつぶやいてるわけじゃん。うん。なんかつぶやいてるっていうか、まあ漏れちゃってる部分もあると思うんだけど、うん、なんか俺たちもそれ同じじゃない？おう、なんかこう役柄に守られてるから自分の本音が出せるというか。うん、なるほど。だってもうこういう文字面、セリフの文字面がどうであれさ、うん、なんか本当の自分ってこう出ちゃう気がするんだよね。うんうんうん。なるほど、うん、なんかさ、相手役が本気であればあるほど、うん、なんだろう、自分がこう本当の自分が丸裸にされて、うん、晒されてるような気になるというか。うん、なんか俳優って意図しても意図しなくても結局無意識に本当の自分みたいなのが出ちゃうような気がするんだよね。え、本当の自分っていうのは志尊淳ってこと？うん、まあ、うん、本当の神木隆之介が